ナミはダンパーですね。次大会が行われるチクラにそっくりなポイントです。まあ、いつも自分が入ってる1組なんですけども、この正面は今回地形は決まってなくてかなりのダンパーなんですけども、あちらが1組の左側は少し地形が決まってて、まああっちの方が5倍ぐらい波は掘れてるので、あちらで今回は練習したいと思います。ちょっと人が多いですけど、天気もねあんまり良くないけど、今から入ってきます。久しぶりのサーフィンに来ております。久しぶりのサーフィンに来てまして、ゴールデンウィークを明けて以来の自分の練習としては初ですね。波もまあ胸肩ぐらいのダンパー、まあ、ちょっと大会のための練習に来たんですけど、波がですねなかなか手強くて思うように乗れなかった。まあそれが大会へとつながるかなみたいな、ちょっと板が折れそうやったので、今回はショートボードに変えて、ショートボードでちょっと入って自分の体力のなさを確認してきました。今から波チェック行きたいと思います。